2006年の MLB オールスターゲームはアメリカンリーグとナショナルリーグの間で行われた77回目のオールスターゲーム。2006年7月11日にピッツバーグパイレーツの本拠地 PNC パークで行われた。監督はナショナルリーグがフィルガーナー、アメリカンリーグがオジーギーエンが務めた。試合はアメリカンリーグがナショナルリーグに3から2で勝利した。 これにより2006年のワールドシリーズでアメリカンリーグのデトロイトタイガースがホームフィールドアドバンテージを獲得した。これでアメリカンリーグは1997年以来1引き分けを挟み9連勝となった。MVP は9回に逆転の2.3塁打を放ったマイケル・ヤングが受賞した。アメリカンリーグが3から2で勝利。通算対戦成績は アメリカンリーグの35勝40敗2分。勝ち。B.J. ライアンハイ。トレバー・ホフマン S。マリアノ・リベラ・ホン。A.L. ブラディミール・ケレーロ・エヌェル。デビッド・ライト先発投手は、ナショナルリーグが、ブラッド・ペニー。アメリカンリーグが、ケニー・ロジャース。アメリカンリーグは1回、ペニーの前に3者連続三振に倒れる。しかし2回に、ブラディミール・ケレーロが、ソロ本塁打を放ち。 アメリカンリーグが先制する。ナショナルリーグはその裏にデビッド・ライトが、ソロホン・ルイダを放ち、すぐに同点に追いつく。3回裏、ロイ・ハラデーへの冒頭で、カルロスベルトランが生還し、ナショナルリーグが1点を勝ち越す。9回表、ナショナルリーグは、トレバー・ホフマンが登板。西走者なしとするが、ポール・コネルコのンダートロイ・グロースのエンタイトル2塁打で一打逆転のチャンスを作り、続く、 マイケル・ヤングがタイムリー三塁打を放ち、アメリカンリーグは土壇場で逆転に成功した。9回裏、アメリカンリーグはマリアノ・リベラが登板。ホセ・ロペスの失策で一人走者を出すが、残りの打者を打ち取り、アメリカンリーグが勝利した。ファンの投票によって、各ポジション上位1選手が選出された。最多得票は、ナショナルリーグがアルバート・プホルス、アメリカンリーグが マニーラミレス。地元パイレーツからは、ジェイソンベイが選ばれた。選出選手の発表後、選出に漏れた選手の中から各リーグ5名が選ばれ、最後の1枠をかけたファン投票が行われた。投票は、MLB 公式ウェブサイト上でのオンライン投票で、実施された。ナショナルリーグは、ノマーガルシアパーラ。アメリカンリーグは、AJ ピアジンスキーが選出された。試合前日の7月10日に、 第22回本塁打競争が開催され、ライアンハワードが優勝した。本塁打以外は見逃しを除いてすべて、アウトとし、10アウトまでに何本塁打を打てるかを競う。第1ラウンド上位4名が、第2ラウンドに進出する。第2ラウンドでは、第1ラウンドとの合計本数を競い、上位2名が決勝へ進む。それまでの2回のラウンドと決勝の本数を合わせて、 最も多く打ったものが優勝となる。第1、第2ラウンドともに、複数の選手が同点で並んだ場合には5、アウト方式のプレーオフを行う。9アウトになると、ボールが普通のものから、ゴールデンボールに変更される。これを、本例だーーにすると1球ごとに2万1000ドルが、MLB 機構とセンチュリー21から、事前団体、ボーイズガールズ・クラブス・オブ・アメリカに寄付される。 この日は9アウト後に14本の本塁打が出たため29万4千ドルが寄付された。試合が行われる2日前の7月9日には PNC パークでマイナーリーグのオールスターゲームフューチャーズゲームが開催された。試合は米国選抜が世界選抜を8から5で下し MVP には2点本塁打を放った米国選抜のビリーバトラーが選ばれた。勝ち。 ホーマー・ベイリーハイ、ホセガルシアイス、マット・リンドストロム、ありがとうございます。